おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。女帝の逆位置が出ました。過剰な恵みにうんざりしている。わがままで独りよがりな意見や、怠惰でルーズな態度で周囲の人を振り回し、思いやりに欠けるだらしない印象を与えてしまう可能性もあります。快楽主義に陥り、愛情を押し付けて過保護になり、相手に依存したり束縛したりするかもしれません。豊かさが溢れていて、心が枯渇している状態です。物は溢れているのですが、欲しかったものと違っていたり、多すぎて別の問題が発生しています。それによって感謝の気持ちがなくなっています。豊かさに溺れているゆえ、生活全般が怠惰になり、魅力も減退していきます。栄養を与えすぎると植物が枯れてしまうように、必要以上の行為によって、大事な何かを台無しにしている可能性もあります。過剰な期待や依存心により生命力を奪い、本来なら手にできるものや、育まれるはずのものを失うこともあります。逆に、欲しい豊かさが不足していて、枯渇しています。愛が得られないために、寂しい思いをしていることも、見返りを求める愛情や支配欲、感情的な物言いは、あなた様の評価を下げてしまい、本来のあなた様の魅力が伝わりにくく、手に入れられるはずだった豊かさを受け取れないまま、不利益を被ることになります。嫉妬や不満からトラブルを起こさないよう、慎重に行動しましょう。今は感情のコントロールが大切です。過度に悲観的になり不安を感じる必要はありません。女帝の逆位置の意味は強依存、肉体関係、女たらし、不倫、浮気、愛人、利益や結果を出さない、働きが悪い、公私混同、だらけた関係、自分の利益だけを考える人。二枚目めくっていきます。自分の直感に従って行動した方が運命が開ける。運命的な出来事、チャンス到来、良い展開、大きな変動の時、電撃的な出会い、幸せな変化、突然の幸運という意味があります。考える時間はありません。即行動に移してください。幸運な流れにある時です。思いがけないチャンスが到来し、物事がトントン拍子に進むでしょう。ただし幸運はゆっくり待ってはくれません。気配をいち早く察知し、掴み取る行動を起こす必要があります。一目惚れや電撃結婚など運命的な出来事が起こるかもしれません。思わぬ助けの手が差し伸べられたり、運命的な出会いにより、人生が劇的な変化を遂げ、輝かしい栄誉を受けることでしょう。報われなかったことにスポットが当たり、再チャレンジの機会がやってくるかもしれません。自分で行動を起こし、自分を信じて突き進みましょう。縁を信じましょう。式があるように、この幸運は一時的なものです。実力とは別の要因で大きな変化が起こっています。うぬぼれず、この幸運を最大限に活かすためにも自分磨きに努めてください。
運命の輪の正位置の意味は運命を感じる出会い、一目惚れ、感が働く、良い感じの人、話が合う、初対面とは思えない、運命的な展開、面白い、興味を引く、ひらめき。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。